で、えー、秋田県の内陸北部で、えー、地震活動が活発的になっているということで、えー、動画を撮っております。えー、ということで、えー、1月10日頃からですね、えー、秋田県内陸部を北部を震源とする、えー、地震というのが、えー、突如相次、えー、い,いで いいるととうことで1月10日だけで切り取ってみるとなんと1日だけで40回以上ということでございまして1週間あたり200回を超える推移で経過しております。で、マグニチュード4.2が最大震度3、そしてマグニチュード4.1最大震度3という地震も 起きておりまして今後の推移と活動状況についてのおさらいをしていこうかなと思いますまずはじめに令和6年1月1日に起きました野党半島地震との関係性についてなんですけれどもこれは距離が離れすぎているがために関係性はないと見ていただいて結構だと思います 能党半島地震規模としてはマグニチュード7.6ということで非常に大きい地震ではあったんですけれどもこれの活動範囲というところで見ていくと主に能党半島そして佐渡沖にかけてまた上中下越沖で誘発地震と思われる現象また糸井川静岡構造線の先端部分あるいは後津川断層富山県南部では誘発地震と思われる地震活動というのは見られていますけれどもこれ以外に書き ましては、えー、基本的には誘発地震という可能性は、えー、低いと見ていただいて、えー、いいのかなと思います。またこれ直後には十和田湖の方でもね、えー、地震活動があったりですとか、えー、北海道の屈斜湖の方でも、えー、直下で地震活動ということで十、まあ、和田湖と屈斜湖で起きた地震については、えー、まお、あ、そらくまあほぼほぼ火山性地震と見ていただいて結構かと思います。十、えー、和田湖についての動画というのはねまた、えー 違う動画で紹介していこうかなと思いますので、別個でね、紹介していかないとキリがないということでございまして、今回はまず秋田県内陸北部の地震だけをちょっと切り取っていきたいなと思います。2011年ね、東北地方太平洋地震の1か月後に4月1日ですね、約3週間後というところなんですけども、こちらでマグニチュード5.1、最大震度5強という、 えー、強い地震があったわけですけども、えー、この時は、えー、秋田県の北秋田市とです、ねえー、大館市のちょうど、えー、境付近ということで、えー、ございまして、まあ、この辺りというのも、まあ、基本的には複雑断層が結構密集しているようなところなんですね。えー、秋田県では主に、えー、活断層といえば4つありまして、えー、まず能代断層、能代断層と、そして塙東断層、そして横手盆地桃園断層。 とそして北寄り断層ということで、まあ、基本的に切迫度が高い、えー、ランクとしては、北寄り断層が秋田県内では、えー、トップ、次いで輪東断層というところでございます。で今回の地震については、まずは花輪東断層帯について述べておこうかなと先に思いますけれども、花輪東断層帯では、えー、今後30年以内に、えー、発生確率が1%から2%程度、まあ、地震本部では、えー、なっておりまして、えー、これは、えー、日本の活断層の中では危険度ランクとしては、まあ、B ランクといったところかなと。 思いますあ B ランクといってもねちょっとは感覚としては分かりづらいのかなと思いますけども内陸の活動としてはかなり高い部類には属します0.1%でも高いっていう世界ですから1%は約その10倍ということですから結構確率としては高いのかなと思います0%で起きた地震っていうのも過去ありありますからね岩手宮城内陸地震のようにということでまあ は東断層 というところでちょっとね比べてみたんですけどもメカニズム的には似てるんですよ。告示しているというところなんですけども、えー、少し震源が離れているというところで、まあ、花は東断層帯の、えー、地震活動とはちょっと違うのかなとい、えー、見てます。そして、えー、さらにその近く大茂内断層というですね断層があるんですけども、えー、これについてはちょっとよくわからないところが多いので、えー、これは省かせていただきたいなと思いますお。おそらく大茂内断層ともまたちょっと違うのかなというところで、まあ副材断層 であろろううというといいこででございますで、まあ、地震活動が活発的な要因はいろいろあるのかもしれませんけども、えー、原因がまだよく分かっておりません。というところでまずこの群発地震が続いている環境下というところでございまして、えー、今後の活動について3つの、えー 可能性というのがあるわけですね、えー、そのまま収束していくタイプそして2つ目が群発地震というのが、えー、そのまま継続していくタイプそして3つ目が大きい地震に、えー、なっていくというタイプというところでございますけども、えー、まず収束するっていうところなんですけども私の経験上、えーえーまあ、過去の、ねえー、実例から見ていっても収束するということはまずほとんどないんじゃないかなという見ていただいて結構かと思います、えー、松代群発地震というのが一番有名的なんですけどもこれもね現在に至ってもね えー、なんだかんだあ、毎日ではないんですけども、えー、無関地震も含めて起きておりますし、えーまあ、またね、えー 能登半島におけたり、トカラ列島だったり、こういった地震活動を見ていても収束するという傾向は、まあ、基本的にはないのかなと、まだこのまま継続的に、えー、続いていくというのがね、あれかなと思います。また、大きい地震につながるタイプということで、まあ、これは能登半島地震に当てはまりますよね、えー、これと似たような現象ということで、複、ま、在、あ、断層というところでございますから、まあ、マグニチュード7というと、ちょっとね、規、え、模、ー、がちょっと大きすぎるような感じするので、まあ、マグニチュード6程度の地震には、えー、注意していただく必要はあるのかなというところで、 まあ日々の備えというのは十分に、えー、備わっていく必要があるのかなと思います。ということで本日は最後までご視聴ありがとうございました。